かつて疫病が流行りし時、世の苦しみを根絶せんと一人の薬師が誓いを立てた。だがたかが人に人心と優れた医術があろうと、天才にはかなわない。医者となって数年、親しい者たちも病に倒れ死に瀕した。新緑の谷の奥には百病を治せる薬君が住むと伝えられている。薬師は一人山を訪れると、そこで力を使い果たし、息も絶え絶えの白蛇を見つけた。契約を結んで私と共生すれば、人を救う秘宝を伝授しよう。だが忘れるな、それはやがてあんたを蝕む。薬師は人を超える力で生死を逆転させ、奇跡を起こした。だが別れの時はまた訪れる。ただし世を去ったのは聖器を使い果たした薬師であった。こと切れる前、薬師は最後の患者であったマナ弟子に契約を引き継いだ。その弟子は己の命を使い、より多くの命を救わんと決意し、一人また一人と代々が同じ道を歩んだ。契約を継いで以来、歴代の師が選んだ道とこれから自分が歩む道を疑ったことは一度もない。この方法で弟子の夫を救おうとした時まで。これは人をのみて活をとどむ邪法、自然の摂理に背く毒術だと。大切な人を救うために、もう一人の大切な人を犠牲にしたくないと哀願された。その時初めて気づいたのだ。死が去った時に感じた痛みと病床の前にいる家族の痛みに違いはない。契約により散った命も救われるべきだったのではと。この契約は薬なのか毒なのか、その答えを見つける時間がわしには残されてない。この難問は調整と共にお前に託す。お前がこれを解く違法を見つけられることを願おう。何度も何度もいくら念を押し彼らの体を整えても、この結末は変えられなかった。あんたはどうだ、答えは見つけたか？もし私が契約をしなければ、あなたはどうします？そうだね、残された時間で薬君山に戻り、ゆっくり寝よう。そして旧友とあんたの師匠たちに会いに行くさ。では考えるまでもありません。救われるべき命を私が救えるのなら、手を差し伸べない理由などないでしょう。ふう、また同じ答えを。まあいい、目を閉じなさい。この契約はあとどれだけの人に受け継がれるのか。いいえ、私が最後の契約者になります。契約を継ぐ条件には気質も含まれてる。歴代の契約者は誰もが始終な気質を持ってた。しかしこの秘宝を得た者が善人であればあるほど、常人よりも生死に逆らう奇跡に惹かれやすい。自分に待ち受ける運命を彼らは誰よりも分かっている。それなのに数多の人々の悲鳴、それから血縁者や親友の生老病死を前にした時、彼らは人間離れした力を行使してしまいます。まるで
飛んで火に入ろうとする蛾のように、一切皆苦の長い夜に生死を超越する希望を追い求めてしまうのです。それじゃあ白術お前も私はそうですね、光を追い求めつつも火傷はしたくないガとでも言いましょうか。長生の秘宝はあくまで病を転移させるだけ、世の苦しみを減らすことはできません。まさにカリオさんがコウリさんの危篤状態に慌て、コウリさんがカリオさんの犠牲を悲しんでいたのと同じようにです。理想のため命を捧げた師匠たちのことは尊敬しています。ですが私は彼らと同じになるつもりはありませんし、この契約を後代に受け継ぐことも望んでいません。え、でもお前は自分に病気をたくさん転移させてきたんだろう。毒とは何でしょうか、病とは何でしょう。そもそもどれも体に影響を与える一種の仕組みではありませんか。平常と異なる状態が病と呼ばれるのなら、不死の薬も一種の毒ではないでしょうか。百毒と百病を全て研究し尽くし、不死の境地に至る。一般人から見れば、それは自然の摂理に背くことかもしれません。ただ、私にとって、これは先人たちが百草を舐め、百病を克服したのと、あまり変わりがないように思います。私の後に続く人たちが契約により短命で終わることも、長生が契約を失って亡くなることも望みません。なら、答えは一つしか残っていないのではありませんか？その通り。私は最後の契約者になり、この契約の継承をここで終わらせるつもりです。真の不死はかつて魔人たちでさえも手に入らなかった。人を救い、自分を救って、天津さえこの私までも救おうとするとは本当に欲張りだ欲がないものは果たして人間なんでしょうか。ろうそくの火を恐れながらも光に憧れる、こんな利己主義の側は月へ飛んでいくしかありませんね。ああ、お前ってやつはなんて言ったらいいのか。白先生、お兄さん、みんな何の話をしてるの。ご飯の時間だよ。それと長生にパイモンもココナッツミルク飲みに来ていい。まあ、いっか。食事の方が大事だしな。他のことは、お腹がいっぱいになってから考えようぜ。ふぅ、たまにパイモンが羨ましくなる。腹を満たすだけで満足できるんだから。私たち人間が人生に執着してしまうのは、まさにそのような些細な幸せがあるからではありませんか。